写真特集、ヤスケンがジョン・レノンのようにベッドイン小室哲也引退は昨年。夏から考えていた、香取慎吾、引退しなくてよかった、たけしも苦笑い。レベッカ、20年ぶり再結成でライブ開催のっこ、生きていてよかった、フジファブリック、は、どの成り立ちから現在までを語るフランプールが活動休止ボーカル山村隆太が発声障害に。